こんにちは。どうもどうもどうも。今日はそば粉食いに東屋さんに来てやすた。それではアイドガンセー。どれどれどれ。一人でわんこそばやんのもね、なんだが少数柄ね。普通のメニューでいくべ。ここは熱いそばだな。しゃっこい方がいいやな。あいだいだいだ、手打ちそばの方がいいな。手打ちの天ざるそば、つまり、お願いします。さすが歴史ある名店でござんすね。著名人が昔からいっぺ来てだ。これこれ、こうやってね、ソーシャルディスタンスで、けーから安心してけーが。はいと、つましたよ。東屋さんの手打ち天ざるそば。どれどれ、うんまそうだこれ。輝きが違う。おさらしなっぽいね。どれ、いただきます。うまい。喉越しもいいな、こりゃ。うめうめ。量はそんたに多くねえどもね。これこれ、めんめ。めんつゆもね、甘くなくキリッとして、運命がぴったりだ。これ、最高。小面のね、東屋さんは創業が明治40年だと。しゃぐね以上だね。立派なもんだ。そうせばね、かの有名な偉人もみんな食ってったべ。それをこの、うまい。天ぷらうまいよ。しゃぐねもすればこのハゲおやつがたすのむど。ちょっと詰まった。ゆっくりね、ペーコずつ噛んでけば言えたって。誰いっぺ頬張らねえば気が済まねえもの。まだ詰まっぞ、ほら。だってうめえものしょうがねえべね。いっぺ食いてんだもんね。すすとうだな。いいやんべだな。そばもよす、天ぷらもよす。さすがね、しゃぐね以上続く老舗だ。うんまござんす。どれどれどれ。満足満足。満足って何かあったな。またわけつがわかんねえことべりね。運命ものを食えば出雲のごったい。ちなみにね、俺はあの全国大会、わんこそばの全国大会さてでね、105杯、それしか消えなかった。はい、ナス。きれいに包丁入れてね、食いやすい。お上品でござんす。こでられねえな。早いの一挙そのようだ。わんこそばでも食ってるように食ってんが。映像で見ればあの
黒い田舎そばの方がね、家がもすんねえどもりゃ、俺の好みはこういうさらしなの方がね、好きでござんす。運命な。ツルツルだ。俺の頭と一緒だな。じゃあ誰だよ笑ったの。まあいいか、気にしない、気にしない、自信を持っていきましょう。さあ最後だよ、一本も残さずね、美味しいそばっこ。結構ね、最後まで硬くて、喉越しも良い。さあお楽しみの長エビ天ちゃん。本当は塩で食いてえどもね、めえねえためタレさつけで。本当どっから牛が出てきたべね。いや、うまい。頑張る食いな。一本取られた。長い一本だね。こんたに長くされるとね、なんか縁起がいいような気がする。あずっこもいいっす。これ。いやー食った食った、どうもごっつぁんでした。今日は明治から続く名店あずま屋さんの美味しいそばの紹介でした。ありがとうね。さみだれは緑色、悲しくさせたよ一人の午後は。てがへばねー、ほにほに気をつけっぺすねー。